187年8月14日は、日本の政治家、官僚。衆議院議員、新宮市長。山本七平の王子。1871年和歌山県東室郡山林、崎村、隅三郎左衛門の三男として出生する。明治21年頃、上京し、河津博之の所生として住み込む。1893年、和仏法律学校仏後法律家卒業。 1897年判事検事登用試験、軍艦高等試験に合格し、和歌山地方裁判所の検事代理に採用される。その後、司法官を辞し、通信官僚に転身する。1911年台湾総督府事務官、台湾総督府通信局長心得を経て、1913年台湾、総督府通信局長、1915年台湾、 総督不土木局長に就任する。1919年台湾電力副社長、大阪市電機局長に就任する。1920年異顔面本館の後、総選挙に39区より出馬するが落選。1933年初代新宮市長に就任12月18日。1936年第19回衆議院議員総選挙に、三重二区より出馬し、 当選するが、第20回衆議院議員総選挙で落選。1942年8月14日、東大病院にて死去。去年70。ありがとうございます。